高岡メッセ国際ニュースを今日もお届けしようと思います。中国はですね、まあ、今日から全人代、まあ、日本でいうところ の国会の、まあ、本会議になりますかね、が開かれておりまして、まあ、習近平政権のですね、またさらにちょっと強権的な姿勢が垣間見えるような政策が次々発表されておりますが、あえてタイトルを巨大竜といたしました。中国のことです。で、中国は最近ですね、まあ、この間も春節ありましたけども、なかなか前のように爆買い出さらないとか、景気が悪いとか、トランプさんの返り咲きをちょっと怖がったとか、いろんな諸説ありますけれども、やはり人口が多い巨大な国だけにですね、一つ問題抱えると我が国もすぐにこう影響があるわけですね。そこで、今日は中国が今抱えているいろんな問題を整理しながらですね、日本にどういう影響が今後来るんだろうかということを探りたいと思います。結構当てにされてるみたいですよ。中国景気が悪い、皆さんがお金がないっていうのは不動産ね、日本と違いまして、まあ、建物の売買ということになりますけれども、そちらがなかなか上向かないことが理由だと言われてますが、簡単に申し上げればですね、不動産不況っていうのはこの3つです。中国の場合、当然、お家売れないですし、高いから買えない。そして最後の借りられないは賃貸するという意味ではなくて、お家を担保にお金を借りて株を買ったり投資をするっていうのが我が国と多少違うところで、我が国では貯金優先の方が多いですが、投資をしてそのお金で海外旅行行ったりするということが普通ですが、お家の値打ちがないもんですから、借りることもできないと、金融もなかなか滞ると、こういう話になるんですね。で、中国政府はですね、手を打っておりまして、先月住宅ローンの金利を下げてくれました。それでも春節の間って一番売れるんです。しかしなかなかお家が売れるようにはなっておりません。で、中国はですね、もう一つ、じゃ なかなか国内でお金が動かないということになると、海外に出てっちゃうんですよ。で、これが、まあ、1年間で100万人を超えていると言われてますが、14億の100万だから少ないって意味じゃなくて、その100万人の中には大金持ちがいっぱいいるわけです。で、中国の不動産値上がりしないんですが、実はタイの不動産は中国の方が買ってすごく上がっちゃってます。東京はもうすでに上がり尽くしました、というところがございまして、タイが、まあ、そういう意味ではちょっとありがた迷惑なんですけど、中国のお金持ちがいっぱい来ているということがあります。そしてもう一つがこれ、アメリカのですね、メキシコ国境での写真です。で、乗ってるのは実は中国人です。トランプさんが大きな壁を作ってね、中南米からの移民を入れないというニュースを散々やりましたけれども、今その主役は中国の人になってます。どこから来たのか、中国から、そのビザを要求されない、入国許可書を要求されない中南米の中国と親しい国に、皆さんあんまりお金持ちじゃない人もです、みんな移って、で、そこから中南米のアメリカを目指す人たちと一緒になってテクテク歩いて、無理やりアメリカの塀をよじ登って入ろうとしている中国人がものすごく増えている。で、それはやっぱりね、中国は一人っ子政策長くて、教育費も高い、そして、国の中での生活も厳しいんだったら、やっぱり皆さんアメリカっていうのは憧れなんですね。そこ行こうと思うんです。だけどお金持ちのように行けるわけでもない、特殊な技術があるわけでもないとなると、中南米の人たちと一緒に国境の柵に殺到するということがアメリカでちょっと問題になっております。で、この中国が抱えているのは前から言われてましたが、一気に来ました。日本でも問題の少子高齢化ですが、あえてこの急カーブを書いたのは巨大流ですから、日本以上の強烈なスピードで少子化も高齢化も進んでます。ということは働き手がいなくなるということになりますので、もう60歳以上の高齢者の方、一気に3億人に迫っています。で、こういうことになりますと、はい、まずこっちに解決策を求めています。どうぞ。ご覧いただいているのはロボットです。これリフトではなくて、はい、ひっくり返った時に、はい、止めてください。わかりましたか。人間の体にエアバッグがついてます。風船のようなものがババーッと膨らむって、もう今どの車もついてますが、ご高齢の方が倒れても怪我しないように、エアバッグがついた服を中国で売ってると。それから最初に出てきたリフトみたいなやつは、あれは介護用のロボットです。で、そういったロボットを導入して、この人手不足を、はい、これですね、まあ、全身を支えるものなわけですけども、なんとか人手不足を、だって怪我しなかったらそれだけ病院助かります。ただ注目はね、当てにしてんですね。やっぱり日本のロボットは性能がいいから、
なので、この介護ロボットだけではなくて日本の産業ロボット非常に中国今買おうとしてますが、問題はその先に技術が盗まれないだろうかという心配がございます、はい、ところがですね、日本と同じような制度も今これ盗んでるんじゃないですけども、なんとかやろうとしてます。中国は簡単にいかないんです。定年延長です。でこれ日本でも今できるだけ高齢の方長く働いてくださいと、年金もそれだけ楽に、財政が楽になりますかということを言ってるんですが、中国の定年は実はちょっとびっくり、男性は日本と同じ60歳ですが、女性はちょっと働いている種類によって55歳と50歳に分かれます。えらくお若くないですかということなんですが、その背景にはほとんどの方が一人っ子政策でお子さん一人ですから共働きなんですが、なんで共働きしなきゃいけないかというと教育費が高いんですよ。で中国はもうすでにですね、2021年だと思いますがもう塾を廃止しますというところまでやったんですが、それでも教育費がかかると。そうすると、ご両親は一生懸命働いて、生活費を稼ぐ。でじゃあそのお若くて定年になった、まあ、いわゆるおじいちゃんおばあちゃんですが送り迎え担当とかお家でご飯作るとかいうことをやるために、これ伝統的にね、事務職の女性は55歳、工場勤務だったら50歳と、これもう国の制度決まったんですが、これを65歳までみんな伸ばしたい、大反対。もう皆さんね、早めに年金もらって体が元気なうちに孫の面倒見ようと思ってない、なんだと国はと、いうことだったんですが、もうついに、中国政府はもう来年から65歳に一気に持っていくぞということになりそうであります。そうすると、はい、ここです。日本企業の中国で事務所を構えているところも影響があります。というのはやっぱりですね、まあ、私もちょっともう60ですから身につまされるんですが、今までだったら60になったら定年になるので若い方をどんどん入れ替えて雇いました。でも定年にならないで皆さん働かせなきゃいけないです。そういうことは、新しい、まあ、戦力が入ってこない、雇いづらいということも日本企業にとっては一つのリスクになっております、うん、それからもう一つ、中国は電気自動車で儲けてる儲けてると言われますが、春節の時にものすごく皆さん凝りました。冬の電気自動車は当てにならないと。で、中国は確かに補助金で国中の人が電気自動車をいっぱい買いました。ところがですね、春節の前の今年の1月大寒波で中国は北半分は雪が降りますというところもあります。そうするとまだまだ今の中国の車の技術ではバッテリーは、電気はね冬弱いんですよ。もう傷んじゃうし充電の時間もかかる。そして、春節の時です。春節の時に中国の方は今景気悪いですから、今までだったら飛行機とか新幹線、子供さんの数まで買ったら切符高いんですよ、はい、みんな家族で1台の車で帰省したらいいですが、巨大流の国です、何億人もが車で一斉に帰省しますので、充電スタンドが大変で、中国の SNS の書き込みはですね、6回充電するのに8時間ぐらいかかったとかね、帰れないと、バッテリー切れでというような話になっちゃって、で結局じゃあ電気自動車もうメーカーたくさんあるから、なんとか日本に買っていただきましょうということになる理由はですね、日本にもたくさんこれから出てくると思います。今東京にもディーラーができましたけども、やっぱりね難しい。日本の方はこれだけ日本車メーカー優秀なのありますから買ってくれないんですよ。そこで、中国のメーカー当てにしてるのは商用車とか配達用の車、これ日中使うわけですから夜はゆっくり充電できますよね。ところがこれ買ってくれる企業は基本的に東京です。というのはやっぱり日本も電気自動車まだまだ普及してませんので、その充電器ってのはほとんど東京にある。だから、まあ、これからだということになりますが、さあここはちょっと私はいつも言いますが首をかしげざるを得ない。日本政府はですよ、ヨーロッパとかアメリカは中国の電気自動車なんかヨーロッパなんかもう輸入ダメだし、アメリカはもうアメリカで作ってる車しかダメだって言うんですが、日本はね中国で作った電気自動車でも補助金くれるんです。中国の会社に1台あたり70万出るケースある。これ全部中国の企業に行くんですよ。しかしながら中国政府はですね、やっぱり非常に計算してますので、なんとかこの経済の中が打開策、それはロシアが救世主になってんですね。新たなお客さんです。前は仲悪かったのに、でウクライナの戦争がありまして経済制裁をされてます。そうするとロシアの石油はバンバン買ってくれます。そして、ロシアに対してはアメリカが買ってくれない、ヨーロッパが買ってくれない、まあ、電気自動車買ってくれないから、まあ、ガソリン車も作ってますんで、ガソリン車 ものすごくお得意さんです。日本の車今買えませんから。それから冷蔵庫、エアコン、全部中国製の家電がいきます。まあ場合によったらバラしてその半導体でまたミサイル作るんです。そういう意味ではこの2つの国は非常に今関係がいい。そしてその今年は無理ですが今後を見据えるのは、やっぱり
2つともアメリカと非常にお仲がよろしくないですね。それはやっぱりドルっていうお金が世界の貿易のまだ中心だからです。そこで中国はこれね、ちょっとドルは遅れを取ってます。人民元って中国のお金ですが、それをデジタル化してると。つまりお財布いらない、全部スマホの中です。お財布いらない、銀行いらない、国際的なお金のやり取りも手数料もなしでちゃんとやれますよということを、この技術は中国の方が一歩先んじてるんですね。そしてドルを使わなくったって、こちらルーブル、こちら人民元ですが、もう今弱いですから、貿易的にはもう人民元でもいいよと。そして、アフリカの他の国でドルに変えるとか、まあ、いろんな手があるわけですよ。そうすると人民元を使えばアメリカなんか関係ない新しい経済の世界ができるよと。まあただこれ今年は無理です。でもう一つ日本も気をつけなきゃいけないのは、全てをスマホでコントロール中国方式っていうのは、スマホを使ってる側からするとそこに全ての秘密、銀行口座、それからお金の信用全部入ってます。国に全て見られるんです。そういう新しい世界が、皆さんはいいですか？ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。